爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第29節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。ジャンプ、キーパーこぼした。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。主審ファールを取りました。これは気をつけないと。スローイン、キラーパスになるのか。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。シュート、ドリブル、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。オフサイドを取りに行った。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。彼は本当に視野が広いですね。さあ、どちらのボールになるのか。前半25分、これはファールです。キーパーファンブル。
激しい攻防、タッチに逃げます。スペースを埋めないと、クロス。おっと、足がかかった。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。ビューティフルゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。ナイスファイト。主審ファールを取りました。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。取り損ねた。シュート。ギュー。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は4対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。オフサイドを取られました。気をつけなければいけません。ヘッドパス。出た。
主審笛を吹いた。さあこのまま攻め上がれるか。シュート。さあどちらがボールを支配するのか。おっとファールを取られました。さあここからどう攻める。おっとファールを取られました。シュート。さあどちらのボールになるのか。リザーブの選手が体を動かしています。スローイン。ゴール決まった。得点は4対。中に絞ってきた。ハイボールを競り合う。さあここからどう攻める。センタリング。ミドルシュート。敵に当ててしまった。これはコーナーキック。アンビリバブルゴール。得点は。ボールが宙をさまよう。危険なタックル。スペースができている。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は6対1。さあもう一度見てみましょう。スローインです。シュート。コーナーです。
かかればチャンス。シュートなんてアートな。得点は7-1。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。圧倒的な強さで一勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんどうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。